先生の代理でお迎えに上がりました。姫上島署三島先生すぐ戻って、ええ、参りましょう。大平先生、明日からきっとみんな夏休み
子供たちの島に妖精の先生が見えるなんて初めてだから明日から子供たちにまとわりつく。ああ、予防。あ、この10年さあ、おかえり。ナミさん、また明日。失礼します。大平先生、実は生徒も先生、ええ、変わらないです。でもね、少しずつだし。そうだ、あなたがこれ、thank you.